ゆやの二階。半七鳥物町より。岡本喜道。ある年の正月に、私はまた老人を訪ねた。おめでとうございます。おめでとうございます。当年も相変わりませず。半七老人に行儀正しく新年の言武を述べられて、 諸生流の私は少し面喰らった。そのうちにご祝儀の塗装が出た。多く飲まない老人とまるで下戸の私とは、たちまち春めいた顔になってしまって、話はだんだん弾んできた。いつものお話で何か春らしい種はありませんか。そりゃ難しいご注文だ。 老人は額をなでながら笑った。どうで私どもの畑にあるお話は、人殺しとか泥棒とかいう類いが多いんですからね。春めいた陽気なお話というのは誠に少ない。しかし、私どもでもやり損じはたびたびありました。我々だって神様じゃありませんから。 何から何まで見通しというわけにはいきません。従って、見込み違いもあれば、取り損じもあります。つまり、一種の喜劇ですね。いつも手柄話ばかりしていますから、今日は、私がやり損じた残儀話をしましょう。今考えると、実にバカバカしいお話ですがね。 文久三年、正月の角松も取れて、俗に六日年越しという日の暮れ方に、熊蔵という手先が、神田三河町の半七のうちへ顔を出した。熊蔵は、あたご下で湯屋を開いていたので、仲間うちでは湯屋熊と呼ばれていた。彼はよほどそそっかしい男で、時々にとんでもない間違いやデタラメを報告するので、 ゆやくまの他に、ほらくまという名誉の異名を頭にいただいていた。こんばんは。どうだい、くま。春になって面白いお話もおねえかね。半七は長ば鉢の前で聞いた。いや、実はそれで今夜上がったんですが、親分、ちっと聞いておもらい申してえことがあるんです。 なんだ。またいつものほらくまじゃあねえかどうしてどうして。こればっかりは決して、ほらのほの字もねえんだ。と、くまぞうは真面目になって膝を揺すり出した。去年の冬、何でも下月の中頃からわっしのうちの二階へ毎日遊びに来る男があるんです。変なやつでしてね。 どう考えてもおかしなやつなんです。三場の浮世風呂を読んだ人は知っているであろう。江戸時代から明治の初年にかけては、大抵の湯屋に二階があって、若い女が茶や菓子を売っていた。そこへ来て昼寝をする怠け者もあった。将棋を指している暇人もあった。女の笑顔が見たさに無駄な銭を使いに来る道楽者もあった。 熊蔵の湯屋にも二階があって、お吉という小綺麗な若い女が雇われていた。ねえ、親分。それが侍なんです。変じゃありませんか変でね。当たり前だ。侍が戦闘に入浴する場合には、嫌でも王でも一度は二階へ上がって、まず自分の大将を預けておいて、 それから風呂場へ行かなければならなかった。湯屋の二階には刀掛けがあった。けれども、毎日欠かさずに来るんですぜ禁盤のだろう。お吉におぼし飯でもあるんだろう。と、半七は笑った。だって、おかしいじゃありませんか。まあ聞いておくんなせ。去年の冬から、 かれこれもう五十日も毎日続けてくるんです。大晦日でも元日でも二日でも。なんぼ金盤者だって、屋敷者が元旦二日に湯屋の二階に転がっている。そんな理屈がねえじゃありませんか。おまけに、それが一人でねえ。大抵二人連れでやってきて、時々どこかへ出たり減ったりして、 夕方になるときっと一緒につながって消っていく。それがくどくも言う通り、暮れも正月もお構いなしに毎日続くんですから奇妙でしょう。どう考えてもこりゃ尋常の侍じゃありませんぜ。そうよな。と、半七は少し真面目になって考えた。どうです 親分はそいつらを何だと思います偽物かな。偉いと、熊蔵は手を打った。わしもきっとそれだと睨んでいるんです。奴らは侍のふりをして何か仕事をしているにそういねんです。で、昼間は私のうちの2階に集まって何かこそこそ相談をしておいて、 夜になって荒っぽいことをしやがるにそういねえと思うんだが、どうでしょうそんなことかもしれねえ。その二人はどんな奴らだどっちも若え奴で、一人の野郎は二十二三で、色の小白い、まんざらでもねえ男っぷりです。もう一人も同じ年頃の、片方よりは汗の高い、これもあんまり安っぽくねえ野郎です。 相当に道楽もした奴らだと見えて、茶代の置きっぷりも悪くなし、女を相手にイワシやクジラの話をしているほどの国物でもなし。実は、お吉なんざ、その色の小白い方に少しポーっと来てるらしいんで、あきれるじゃありませんか。それですから、奴らが二階でどんな相談をしているか、お吉に聞いても、どうも正直に言わねえようです。 私が今日そっとはしごの中途まで登っていって、奴らがどんな話をしているかと耳を引っ立てていると、一人の奴が小さい声で、むやみに切ったりしてはいけない。素直に言うことを聞けばよし、ぐずぐず言ったら仕方がない。脅かしてとっ捕まえるのだと、こう言ってるんです。ね、どうですこれだけ聞いてもろくな相談でないことはわかろうじゃありませんか。 うーん。と、半七はまた考えた。黒船のほかげが伊豆の海を驚かしてから、世の中は次第に騒がしくなった。遺敵を征伐する軍用金を出せとか言って、物持ちの長家を脅して歩く一種の浪人組が近頃ところどころに徘徊する。しかも、その中に本当の浪人は少ない。 大抵は立刀の悪い御家人どもや、お城坊主の道楽息子どもや、あるいは市中のならず者どもが、同期愛求むる徒党を組んで、軍用金などという定裁のいい名目のもとに、理不尽のおしがりや強盗を働くのである。熊蔵の二階を削減地としているらしいかの二人の怪しい侍も、あるいはその一類ではないかと半七は想像した。 じゃあ、何しろ明日、俺が見届けに行こうよ。お待ちもしています。昼頃ならば、奴らも間違いなく来ていますから。と、熊蔵は約束して帰った。明る朝は、七草狩りを祝って、半七は出掛けに八丁堀童心の宅へ顔を出すと、世間がこの頃物騒がしいについて、 ひ付け盗賊改めが一層厳重になった。そのつもりでせいぜい御用を務めろという注意があった。これが半七を刺激して、いよいよ彼の注意を熊蔵の二階に向けさせた。彼が、それからすぐにあたご下の湯屋へ急いで行ったのは朝の四つ半頃で、往来には遅い帰霊者がまだ歩いていた。獅子の林も賑やかに聞こえた。 裏口からそっと入ると、熊蔵は待っていた。親分、ちょうどいいところです。一人の野郎は来ています。何でも湯に入ってるようです。そうか。それじゃあ、俺も一っぷろ泳いでこようか。半七はさらに表へ回って、普通の客のように湯んを払って入ると、真っ昼間の戦闘は空いていた。 武者絵を描いたザクロ口の中で、ドドイツの声は陽気らしく聞こえたが、客は四五人に過ぎなかった。半七は一風呂温まるとすぐに上がってきて、着物を肌に引っ掛けたままで二階へ上がると、熊蔵も後からそっとついてきた。あの、水船に近いところにいたやつだろう。と、半七は茶を飲みながら聞いた。そうです。 あのわけや野郎です。あれは偽物じゃあねえ。本当の侍でしょうか足を見ろ。侍は常に重い大償を指しているので、自然の結果として左の足が比較的に発達している。足首も右より大きい。裸でいるところを見届けたのだから、間違いはないと半七は言った。 じゃあ、御家人でしょうか。髪の言いようが違う。やっぱり、どこかの範疇だろう。なるほど。と、熊蔵が頷いた。そこで親分。今日は、あいつらがなんだか風呂敷包みのようなものを重そうに抱えてきて、お基地に預けているところをちらりと見たんですが、ちょいと改めてみましょうか。 そういえば、お吉は見ねえようだが、どうした今自分は暇なもんだから、子供のように表へ獅子舞を見に行ったんですよ。ちょうど誰もいねえから、一応改めておきましょう。またどんな手がかりが見つからねえとも限りませんから。そりゃあそうだ。何でもお吉が受け取って、貸し切りの着物棚の中へ押し込んだようでしたが。まあ、お待ちなさい。 熊蔵はそこらの戸棚を探して、一つの風呂敷包みを持ち出してきた。濃い藍染めの風呂敷を開けると、中にはさらに萌え木の風呂敷に包んだ二個の箱のようなものが入っていた。ちょいと下を見てきますから。熊蔵ははしごを降りて、またすぐに登ってきた。あいつがもし湯から上がったら、 咳払いをして知らせるように番台のやつに言いつけておきましたから大丈夫です。二重に包んだ風呂敷の中からは一種のため塗りのような古い箱が二個現れた。箱は能楽の面を入れるようなものでそこから薄黒い平打ちの紐をくぐらせて蓋の上で十文字に固く結んであった。幾分の好奇心も手伝って熊蔵は 急いでその一つの箱の紐を解いた。蓋を開けても中身はすぐにわからなかった。中にしまってある品は、魚の皮とも油紙とも小の絵知れない薄黄色いものに固く包まれていた。ペラボーニ厳重だな。包みを解いて、熊蔵は思わずあっと叫んだ。二人の目の前に現れたのは、 人間の首であった。しかしそれは、幾千百年を経過したか容易に想像することを許さないほどに枯れ切った古い首で、皮膚の色は腐った木の葉のように黒く黄ばんでいた。半七や熊蔵の目には、それが男か女かすらもほとんど判断がつかなかった。二人は息を呑んで、 この機械な首をしばらく見つめていた。おやぶこりゃ、なんでしょうわからねえ。何しろそっちの箱を開けてみろ。熊蔵は不気味そうに第二の箱を開けると、その中からも、 油紙のようなものに丁重に包まれた一個の首が転げ出した。しかし、それは人間の首でなかった。短い角と大きい口と牙と思っていて、竜とも蛇とも判断がつかないような一種奇怪な動物の頭であった。これも、肉は黒く枯れて、木か石のように硬くなっていた。 機械な発見がこんなに続いて、二人は少なからず脅かされた。熊蔵は彼をヤシだろうと言った。得体のわからない人間の首を持ち歩いて、見せ物の種にでもするのだろうと解釈した。しかし、あくまでも彼を侍と信じている藩七は、素直にその説を受け入れることができなかった。それならば、 彼は何のためにこんなものを抱え歩いているのだろう。しかも、なぜそれをゆやの二階版の女などに軽々しく預けておくのであろう。この二品は一体何であろう。半七の知恵でこの謎を解こうとするのはすこぶる困難であった。こいつはいけねえ。ちょっとはなかなかわからねえ。 番台で咳払いをする声が聞こえたので、二階の二人は慌ててこの疑問の二品を箱へしまって、着物戸棚へ元のように押し込んでおいた。獅子の林も遠くなって、お吉は外から帰ってきた。侍も濡れてぬぐいを下げて二階へ登ってきた。半七はそしらぬ顔をして茶を飲んでいた。お吉は半七の顔を知っていたので、 侍にそっと注意したらしい。彼は隅の方に座ったままで何も口をきかなかった。熊蔵は半七の袖を引いて一緒に下へ降りてきた。お吉が変な目つきをしたんで野郎すっかり硬くなって用心しているようだから今日はとてもダメだろう。と半七は言った。熊蔵はいまいましそうに囁いた。 何しろ、あの二品をどうするか、私がよく気をつけています。もう一人の奴というのは、まだ来んだね。今日は、どうしたか遅いようですよ。何しろ気をつけてくれ。頼むぜ。半七はそれから赤坂の方へ用しに回った。初春の賑やかな往来を歩きながらも、 彼は絶えずこの疑問の鍵を見出すことに頭を苦しめたが、どうも右から左に適当な判断がつかなかった。まさか魔法使いでもあるめえ。あんなものを持ち回って何か祈祷かまじないでもするか。それとも、御近世のキリシタンか。黒船以来、 宗門改めも一層厳重になっている。もし彼らがキリシタン宗門の輩であるとすれば、これも見逃すことはできない。どっちにしても目を離されない奴らだと半七は考えていた。赤坂から家へ帰って、その晩は無事に寝る。と、明くる朝のまだ薄暗いうち、かの予約間がまた飛び込んできた。 おやぶん、大変だ。底辺だ。あいつらがとうとうやりやがった。こっちの手遅れで悔しいことをしてしまった。熊蔵の報告によると、夕べ同町内の伊勢屋という七屋へ、老人風の二人組の押し込みが入って、例の軍用金を言いたてに、ありがねを出せと言った。こっちで素直に渡さなかったので、 彼らは大刀を振り回して主人と番頭に手を負わせた。そうして、そこらにあり合わせた金を八十両ほどひっさらっていった。覆面していたからはっきりとはわからないが、彼らの人相や年頃が、かの二人の怪しい侍に符合していると熊蔵は付け加えた。どうしてもあいつらですよ わしの二階を足だまりにして、奴らはそこらを荒らして歩くつもりにそういやりませんぜ。早く何とかしなければなりますめ。そいつは、売っちゃっておけねえな。と、半七も考えていた。売っちゃっておけませんとも。そのうちによそから手でもつけられた日にゃ。親分ばかりじゃねえ。この予約間の面が立ちませんからね。 そう言われると、半七も落ち着いていられなくなった。自分が一旦手をつけかけた仕事を他の者のにさらっていかれるのはいかにも悔しい。と言って、無証拠の者のをむやみに召し取るわけにはいかなかった。まして相手は侍である。うかつに手を出して飛んだ逆ねじを食ってはならないとも思った。何しろ。 おめえは家へ帰って、その侍が今日来るかどうだか気をつけろ。俺も支度をして後から行く。熊蔵を返して、半七はすぐに朝飯を食った。それから身支度をして、あた下へ出かけて行ったが、その途中に少し寄り道をするようがあるので、日陰町の方へ回って行くと、合図屋という刀屋の前に、一人の若い侍が腰をかけて、 何か番頭と掛け合っているらしかった。ふと見ると、その侍は昨日夕夜の二階で初めて出会った怪しい箱の持ち主であった。半七は立ち止まってじっと見ていると、侍はやがて番頭から金を受け取って早々にこの店を出て行った。すぐにその後をつけようかとも思ったが、何か手がかりを探り出すこともあろうと、 彼は引っ返して、い図屋の店へ入った。おはようございます。神田の親分、おはようございます。番頭は半七の顔を知っていた。春になってから、馬鹿に冷えますね。と、半七は店に腰をかけた。つかねえことを聞き申すようだが、 今ここを出た武家はおなじみの人ですかい,いいえ、初めて見えた方です。こんなものを持ち歩いて、そこらで二三件断られたそうですが、とうとう私の家へ押し付けて行ってしまったんですよ。と、番頭は苦笑いをしていた。そのそばには、何か油紙に包んだこわばったものが横たえてあった。 何ですそれは。こんなもので。油紙を開けると、その中から、薄黒い泥まぶれの魚のようなものが現れた。それは、刀の塚や鞘を巻く泥ザメであると番頭が説明した。サメの皮ですか。こうして見ると、ずいぶん汚いもんですね。 まだ仕上げのすまない泥ザメですからね。と、番頭はその汚いサメの皮を打ち返してみせた。ご承知の通り、このサメの皮は大抵異国の遠い島から来るんですが、みんな泥だらけのまま送ってきて、こっちで洗ったり磨いたりして、初めて真っ白な綺麗なものになるんですが、その仕上げがなかなか面倒でしてね。 それに、うっかりすると、ひどい損をします。何しろ、この通り泥だらけで来るんですから、すっかり仕上げてみないうちは、傷があるか、縮みがあるか、よくわかりません。傷は、まあいいんですが、縮みというやつが、誠に困るんです。なんでも、サメを突き殺した時に、その生マが皮に染みつくんだそうですが、 これが、いくら洗っても磨いても抜けないので困るんです。真っ白なサメの肌に薄黒い点がついていちゃ売り物になりませんからね。もちろん、そういうものは漆をかけてごまかしますが、白ザメに比べると半分でにもなりません。十枚も束になっている中には、きっとこの縮みのあるやつが三姉妹ぐらい混じっていますから。こっちもそのつもりで、 ならしの根で引き取るんですが、どうしても仕上げてみなければ、その縮みが見つからないんだから困ります。なるほどねえ。と、半七も感心したように頷いてみせた。この薄汚いサメの皮が玉のように白く美しいつかまきになろうとは、素人にちょっと思いつかないことであった。 あのお武家がこれを売りに来たんですかえと、半七はサメの皮を打ち返してみた。長崎の方で買ったんだそうで、相当の値段に引き取ってくれという掛け合いなんです。私の方も商売ですから引き取ってもいいんですが、いくらお武家でも、素人の持ってきたものはなんだか不安ですし、おまけにこの通りの泥冷めで、 たった一枚というんですから。もし縮みでもついているやつを背負い込んだ日には迷惑ですからね。まあ、一旦は断ったんですが、いくらでもいいからと仕切りにくどかれて、とうとう安く引き取るようなことになりまして。後で主人に叱られるかもしれません。<laughs> よほどひどく踏み倒したと見えて、 番頭はその引き取り値段を言わなかった。半七の方でも聞かなかった。それにしても、かの侍が持ってくるものは、どれもこれも変なものばかりである。第一に、ひからびた人間の首。奇怪な動物の頭。それから、この汚い泥ざめの皮。どうしてもこれには死災がありそうに思われた。 いや、どうもお邪魔をしました。小僧が組んできた番茶を一杯飲んで、半七は合図屋の店を出た。それからすぐにあたご下の湯屋へ行くと、熊蔵は待ちかねたように飛び出してきた。親分、昨日の若え野郎は、さっきちょいと来て、またすぐに出て行きましたよ。何か抱えてい,いやしなかったか。 なんだか知らねえが、長っぽそい風呂敷包みを持っていましたよ。そうか。俺は途中でそいつに会った。そこで、もう一人の方はどうした背の高いやつは今日も来ませんよ。じゃあ、熊。気の毒だが、その伊勢屋とかいう質屋へ行って、金の他に何を取られたか、よく聞いてきてくれ。 こう言いおいて二階へ上がると、火鉢の前にお吉がぼんやり座っていた。半七が二日も続けてくるので、彼女もなんだか不安らしい目つきをしていたが、それでも笑顔を作って愛想よく挨拶した。親分、いらっしゃいまし。どうもおさむうございますこと。茶や菓子を出してしきりにちやほやするのを、 半七はいい加減にあしらいながら、まずタバコを一服吸った。それから、毎日邪魔をするからと言って、いくらかの金を包んでやった。毎度ありがとうございます。時に、お袋も兄貴も達者かえ。お吉の兄は盛んで、お袋はもう五十を越しているということを半七は知っていた。 はい。おかげさまで、みんな達者でございます。兄貴はまだ若いから格別だが、おふくろはもういい年だそうだ。昔から言う通り、孝行したい時には親はなしだ。今のうちに親孝行を担当しておくがいいぜ。はい。と、お吉は顔を赤くしてうつむいていた。それがなんだか恥ずかしいような。 気ががめるような、怯えたような風にも見えたので、半七も畳みかけて冗談らしくこう言った。ところが、この頃はちっと浮気を始めたという噂だぜ。ほんとかいあら、親分。と、お吉はいよいよ顔を赤くした。でも、去年から遊びに来る二人連れの侍の一人と、 おめえが大変心安くすると言って、だいぶ評判が高えようだぜ。まあ。何がまあだ。そこでおめえに聞きてえのは他じゃねえ。あのお侍衆は一体どこのお屋敷だい西国の衆らしいね。そんな話でございますよ。と、お吉は曖昧な返事をしていた。 それから、おめえ気の毒だが、そのうちに番屋へちょいと来てもらうかもしれねえから、そのつもりでいてくんねえよ。脅すように言われて、お吉はまた怯えた。親分、何のご用でございますあの二人の侍についてのことだが、それとも、番屋まで足を運ばねえで、ここで何もかも言ってくれるかい お吉は体を固くして黙っていた。えあの二人の商売は何だいいくら金盤のだって、暮れも正月も毎日毎日湯屋の二階にばかり転がっているわけのものじゃねえ。何か他に商売があるんだろう。何知らねえことはねえ。おめえはきっと知っているはずだ。正直に言ってくんねえか。言って、 あの戸棚に預かってある箱は何だい赤い顔を水色に染め替えて、お吉はおどおどしていた。こんな商売をしていながら、割合に人連れのしていないお吉は、半七に脅されて、もう息も出ないぐらい震え上がっていた。しかし、 かの侍たちの身元はどうしても知らないと言った。何でも、麻布あたりにお屋敷があるということだけは聞いているが、その他には何にも知らないと強情を張っていた。それでも、半七に脅したり透かしたりされた挙句に、お吉はようようこれだけのことを吐いた。何でも、あの人たちは仇討ちに出ているんだそうでございます。 き討ちと、半七は笑い出した。冗談じゃねえ。芝居じゃあるめえし、今時二人揃って江戸の真ん中でき討ちもねえもんだ。だが、まあいいや。き討ちならき討ちとしておいて、あの二人の色子は全く知らねえんだね。全く知りません。 この上に攻めても素直に口を開きそうもないので、半七もしばらく考えていると、熊蔵が、はしごの上がり口から首を出して慌ただしく呼んだ。親分、ちょいと顔を貸しておくんなせ。なんだ、想像し。わざと落ち着き払って、半七ははしごを降りて行くと、熊蔵はすり寄って囁いた。 伊勢屋じゃ金の他に、ベンベラものを三枚と、サメの皮を五枚取られたそうです。サメの皮と、半七は胸を躍らせた。それは泥ザメか、仕上げの皮か。そう、そりゃ聞いてきませんでしたが、もう一遍聞いてきましょうか。熊蔵はまた急いで出て行った。 やがて引っ返してきて、それは皆、磨きの白い皮で、老月町の塚巻市から七に取ったものだと報告した。泥染めでないと聞いて、半七は少し当てが外れた。彼は、夕べ伊勢屋へ押し込んだ浪人者と、今日泥染めを売りに来た侍とを結びつけて考えることができなくなってしまった。どうもわからねえ。 何しろ、もう昼近くになったので、半七は熊蔵を連れて、近所へ飯を食いに行った。あの、お吉の奴は、よっぽどあの侍の一人にござっているらしいな。と、半七は笑いながら言った。そうです、そうです。それですから、どうもうまくいかねえんですよ。あいつ、思う様を脅かしてやりましょうか。 いや、俺もいい加減驚かしておいたから、もうたくさんだ。あんまり驚かすと、帰ってろくなことはしねえもんだ。ま、あ、もう少し売っちゃっておけ。二人は加えようじで帰ってくると、一人の若い侍が、ゆやののれんをくぐって出るのを遠目に見つけた。彼は、さっき日陰町へ泥冷めを売りに行った侍にそう言いなかった。 彼は、萌え木の風呂敷に包んだ一個の箱のようなものを大事そうに抱えているらしかった。あ、野郎が来ましたよ。あの箱を一つ抱え出したらしゅうがすせ。と、熊蔵は目を開かして伸び上がった。ちげえねえ。すぐつけてみろ。読ます熊蔵はすぐに彼の後をつけていった。 半七はひっ返して湯屋に入って、念のために二階に上がってみると、お吉の姿がいつの間にか消えていた。さらに戸棚を改めると、かの怪しい二つの箱も見えなかった。みんな持ち出してしまいやがったな。二階を降りてきて番頭の男に聞くと、お吉はたった今はしごを降りて奥へ行ったらしいというので、 半七も続いて奥へ行った。釜の下を焚いている三助の話によると、お吉はちょいとそこまで行ってくると言って、そそくさと表へ出て行ったとのことであった。何か抱えてい,いやしなかったが。さあ、知りましねえ。山出しの三助はぼんやりしていて何も気がつかなかったのである。 半七は思わず下打ちした。自分たちが飯を食いに行っている間に、ちょうどかの侍が来たので、お吉は彼と示し合わせて、め々に秘密の箱を一つずつ抱えて、裏と表から別れ別れに抜け出したにそういない。人は違いでとんでもない土地を踏んだと、半七は自分の油断を悔やんだ。こうと知ったら、 一層お吉のやつを引き上げておけばよかった。彼はまた引っ返して、番台の男にお吉のうちを聞いた。明神前の裏に住んでいるというので、すぐにそこへ追って行くと、兄は仕事に出て留守であった。正直そうな母が一人でボロをつづくっていて、お吉は今朝、いつもの通りにうちを出た義理で、まだ帰らないと言った。 母の顔色には嘘は見えなかった。狭い家であるからどこにも隠れている様子もなかった。半七はまた失望して帰った。帰ると、やがて熊蔵もつまらなそうな顔をして帰ってきた。親分、いけねえ。途中で友達にデックはして、ちょいと一言話しているうちに、 奴はどこか消えてしまいあがった。バカ野郎。御用の途中で友達と無駄話をしている奴があるか。今更叱ってもおっつかないので、半七はじりじりしてきた。泣いても笑っても、今日はもう仕方がねえ。お吉のやつがうちへ帰るかどうだか、よく気をつけていろ。それから、 もう一人の侍が来たらば、今度こそ、しっかりと後をつけて、よっくその居所を突き止めておけ。てめえの種出しじゃねえか。少し身を入れて働け。その日はそのまま別れて帰ったが、なんだか勘が高ぶって、半七はその晩、落ち落ち寝つかれなかった。明る朝は、ひどく寒かった。 彼はいつもの通りに冷たい水で顔を洗ってうちを飛び出すと、朝日の当たらない横丁は鉄のように凍って、近所の子供がいたずらに放り出した隣の家の天水桶の氷が二寸ほども熱く見えた。半七は白い息を吹きながらあたご下へ急いで行った。どうだ、熊。あれぎり変わったことはねえか。 親分、お,やぶんお吉のやつは駆け落ちをしたようですよ。とうとう荒れぎりで家へ消えらねえそうで。今朝お袋が心配らしく聞きに来ましたよ。と、熊蔵は顔をしかめて囁いた。そうか。と、半七の額にも太い皺が描かれた。だが、まあ仕方がねえ。 もう一日、気長に網を張っていてみよう。もう一人の奴がやってこねえとも限らねえから。そうですね。と、熊蔵は張り合い抜けがしたようにぼんやりしていた。半七は二階に上がると、今朝はお吉がいないので、そこには火の毛もなかった。 熊蔵の女房が言い訳をしながら火鉢や茶などを運んできた。朝の間は二階へ上がる客もないので、半七はタバコを飲みながら、ただ一人、つくねんと座っていると、春の寒さが襟にゾクゾクと染みてきた。お吉のやつめ、この頃は浮ついているんで、少女もろくに晴れやがらね。 熊蔵は窓の障子の破れを見返りながら下打ちした。半七は返事もしないで考えつめていた。一昨日この二階で発見した人間の首、動物の頭、昨日日陰町で見た泥ザメの皮。それが一つに繋がって、彼の頭の中を回り道路のようにくるくると駆け巡っていた。 魔法使いか、キリシタンか、強盗か、その疑いも容易に解決しなかった。それにつけても、昨日かの侍の後をつけ損じたのが残念であった。熊像のような土地を頼まずに、いっそ自分がすぐにつけていればよかったなどと、今らのように悔やまれた。親分の顔色が悪いので、 熊蔵も手持ち無沙汰で黙っていた。芝の山内の金がやがて四つを売った。下の格子が開いたと思うと、番台の男がいらっしゃいと挨拶する声に続いて、二階に合図をするような赤払いの声が聞こえた。二人は顔を見合わせた。やろう、う来たかな 熊蔵が慌てて立って下を覗く途端に、背の高い一人の若い武士が、刀を持ってはしごを足早に上がってきた。お上がりくださいまし。毎日お寒いことでございます。と、熊蔵はわざと笑顔を作って挨拶した。どうぞこちらへ。今朝は女が休んだものですから、二回も散らかっております。 女は休んだかと、侍は刀掛けに大小をかけながら、ちょっと首をひねった。そうして、お吉は病気かなと、司祭ありげに聞いた。さあ、まだ何とも言ってまいりませんが、流行り風でも引いたんでございましょう。侍は黙って頷いていたが、 やがて着物を脱いで、はしごを降りていった。あれが連れの奴か。と、半七が小声で聞くと、熊蔵は目で頷いた。親分、どうしましょう。まさか、いきなりに踏んじばるわけにもいくめ。まあ、あここへ上がってきたら、てめえが何とかうまくいって、連れの侍のことを聞いてみろ。 その返事次第でまだ工夫もあるだろう。何しろ相手が侍だ。むやみに振り回されると危ねえから、その大将はどこへか隠してしまえ。そうですね。誰か火星に呼びましょうか。それにも及ぶめ、たかが一人だ。なんとかなるだろう。と、半七は懐の実手を探った。 二人は息を呑んで待ち構えた。いや、バカなお話ですね。と、半七郎人は笑いながら私に話した。今考えると、実にバカバカしい話で。それから、その侍の上がってくるのを待っていて、熊蔵がそれとなく色々のことを聞くと、 どうもその返事が曖昧で何か物を隠しているらしく見えるんです。私もそばから口を出してだんだん探ってみたんですが、どうも腑に落ちないことが多いんです。こっちももうじれてきたので、とうとうじってを出しましたよ。いや、おしくじりで、ね。ははっ。 何でも焦っちゃいけませんね。そうすると、その侍も切羽詰まったと見えて、ようよう本音を吐いたんですが、やっぱり、お吉の言った通り、その二人の侍は、仇討ちでしたよ。きうちと、私は思わず聞き返すと、半七老人はニヤニヤ笑っていた。 全く仇討ちなんですよ。それがまたおかしい。まあ、お聞きなさい。藩七に実手を突きつけられた侍は、かじい玄五郎といって、西国の某半士であった。去年の春から江戸へ金番に出てきて、麻布の屋敷内に住んでいたが、道楽者の彼は、芳梅の高島屋七と、 特別に仲良くして、吉原や品川を遊び回っていた。もうだんだんに江戸に慣れてきた彼らは、去年の11月の初めに、同じ家中の神崎豪介と重原一郎右衛門の二人を誘い出して、品川のある遊女屋へ遊びに行った。その席上で神崎と重原とが酒の上から口論を始めたのを、 梶井と高島とがともかくも仲裁して、その場は無事に収まったが、神崎はやはり面白くないと見えて、すぐに帰ると言い出した。もう屋敷の門限も過ぎているのであるから、いっそ今夜は泊まって帰れと、仲裁者の二人がしきりに引き止めたが、どうしても帰ると強情を張った。彼一人を先に返すわけにもいかないので、 結局、四人が連れ立って出ることになった。高の輪の海岸に差し掛かったのは夜の五つを過ぎた頃で、暗い海に漁船のかがり火が二つ三つ寂しく浮かんでいた。酔いを覚ます北風が霜を吹いて、宿へ急ぐ二羽の鈴の音が夜の寒さを揺すり出すようにも聞こえた。さっきから黙って歩いていた神崎は、 この時、一足下がって出し抜けに刀を抜いたらしい。何か暗い中に光ったかと思うと、茂原はあっと言って倒れた。神崎はすぐに刀を引いて、一三走りに芝の方角へバタバタとかけていってしまった。かじいと高島はあっけに取られて、しばらく突っ立っていた。茂原は、右の肩から後ろけさに切り下げられて、 ただ一刀で息が絶えていた。もうどうすることもできないので、二人は重原の死骸を辻かごに乗せ、夜更けに麻布の屋敷までそっと運んでいった。開く場所での水橋の口論。それが原因で購買をあやめるなどは十重々のふらちとあって、屋敷でもすぐに神崎の行方を探索させたが、五日十日を過ぎても、 何の手がかりもなかった。重原には、一次郎という弟があって、それがすぐに兄の敵討ちを屋敷へ願い出た。敵討ちは許可された。しかし、表向きに暇をやることはならぬ。兄の遺骨を郷里へ送る途中で仏寺に参詣し、または親戚のもとへ立ち寄ることは苦しからずというのであった。 つまり、仏寺に参詣とか、親戚を訪問とかいう名義で、仇の行方を訪ね歩くことを許されたのである。弟は、ありがたき義とお礼を申し上げて、兄の遺骨を携えて、江戸を出発した。関係者の梶井と高島とは、有利に立ち入って身元よろしからずというので、お叱りを受けた。ことに、 当や人情の握り、相手の神崎を取り逃がしたるは不用意の致し方とあって、厳しいお咎めを受けた。しかも、その課題として、仇討ちの助立ちを申し付けられた。ただし、他国へ踏み出すことはならぬ。江戸尻志法を毎日訪ね歩いて、百日の間に仇のありかを探し出せというのであった。 きの神崎が果たして江戸に隠れているかどうかは疑問であったが、この言命を受けた彼らは、毎日、明けむつから屋敷を出て、夕むつまで、江戸中を探し歩かなければならなかった。初めの10日ほど、正直に混よく江戸中を歩き回っていたが、この難儀な役目には、彼らもだんだんに疲れてきた。しまいには、二人が相談して、 毎朝いつもの時刻に屋敷の門を出ながら、そこらの水茶屋や工尺所や湯屋の二階に入り込んで、一日をそこに遊び暮らすという横着なことを考え出すようになった。昨日は浅草の盛り場へ行ったとか、今日は本郷の屋敷町を回ったとか、屋敷の方へはいい加減の報告をして、彼らはどこかで毎日寝転んで遊んでいた。 仇のありかはもちろん知れようはずはなかった。毎日遊び歩いているのであるから、彼らもなるたけ銭のいらない場所を選ばなければならなかった。彼らは結局、この湯屋の二階をねじろとして、申し訳ばかりに時々そこらを出て歩いていた。そのうちに、一方の高島の方は、 二階番のおちと仲良くなりすぎてしまった。仇討ちなんぞは危ないからおよしなさいと、女がしきりに心配して止めるようになった。こんなことをしていたところで仇のありかはとても知れそうもない。万一知れたところで尋常に助だちの務めを果たすほどのしっかりした覚悟を持っていない彼らは、時の杉ゆくに従って、 自分たちの行く末を考えなければならなかった。百日の期限が過ぎて仇の行方が知れない暁には、自分たちの不守備は目に見えている。一体、江戸にいるかいないか、確かにわかりもしないものを、日元を切って探し出せというのが無理であるが、それも屋敷の命令であるから仕方がない。まさかに長野糸間にもなるまいとはいうものの、 身持ち放脱とかいうような名義のもとに国元へ追い返されるぐらいのことは覚悟しなければならない。毎日うかうかと遊んでいる間にも、この不安が重い石のように彼らの胸を押し付けていた。いっそ俺は浪人すると高島は言い出した。彼の後ろには、お吉という女の影がつきまつわっていた。 国へ追い返されると、もう彼女に会えないというのを高島は恐れていた。しかし、高島ほど根強い理由を持っていないカジイは、国へ返されるのを恐れながらも、さすがに思い切って浪人する気にもなれなかった。彼は一人者の高島と違って、故郷に母や兄や妹を持っていた。 まあ、そんな短気を出すな、と、彼は高島をなだめていた。しかし、今年の春になってから、高島はいよいよその決心を固めたらしく、毎朝屋敷を出るときに、自分の大事の手道具などを少しずつ抱え出して、お吉のもとへそっと運び込んでいるらしかった。そのうちに、ゆやの亭主もだんだんに目をつけ始めた。 ここの亭主はおかっぴきの手先であるということをお吉も囁いた。この際つまらない疑いなどを受けてはいよいよ面倒と思った彼はもう落ち着いていられないような心持ちになって女と相談してどこへか一緒に姿を隠したらしく、昨夜は屋敷へ戻ってこないので家事も心配して今朝ここへ探しに来たのであった。 叩き打ちの理由も、駆け落ちの理由も、それですっかり分かった。それにしても、高島がお吉に預けておいた疑問の二品は何であろうあれは、高島が家十代の宝物でござる。と、かじいは説明した。豊臣秀吉が朝鮮征伐の右りに、 高島が十代前の祖先の矢越門は藩主に従って都会した。その時に分どりして持ち帰ったのがかの二品で、干からびた人間の首と得体の知れない動物の頭しだと。それは朝鮮の怪しい巫女がまじないや祈祷の種に使うもので、ほとんど神のようにうやうやしく祀られていたものであった。あまり珍しいので持ち帰ったが、 誰にもその正体はわからなかった。ともかくも一種の宝物として高島の家に伝えられていて、範中でも誰知らぬものもない。梶井も一度見せられたことがある。今度屋敷を立ちのくについても、まずこの機械な宝物をお基地に預けておいたものと察せられた。泥ざの方はカジも知らないと言った。しかし、 高島の祖父という人は、久しく長崎に詰めていたことがあるから、おそらくその当時に異国人からでも手に入れたものであろうとのことであった。泥染めは金になるから売ってしまったが、他の二品は買い手もない。ことに家に伝わる宝物であるから、女と一緒に抱えていったものであろう。人間の首と竜の頭とを抱えて、 若い男と女とは、どこへさまよっていったか。思えば、おかしくもあり、哀れでもあり。実に、前代未聞の道行きというのほかはなかった。今でこそ話をすれ。その時には、私も引っ込みがつきませんでしたよ。と、半七老人は、再び額を撫でながらい、った。 生じってを振り回したり何かしただけになおなお始末がつきませんやでも梶井という侍も案外さばけた人で一緒に笑ってくれましたからまあまあどうにかおさまりはつきましたよ片方の高島という侍はそれぎり屋敷へ帰らなかったそうですお吉もおとさたがありませんでした 二人は道行きを極めて、何でも神奈川あたりに隠れているとかいう噂もありましたが、その後どうしましたかしら。肝心の仇討ちの方は、これもどうなったか聞きませんでしたが、かじいという人は国へも追い返されないで、その後にもゆやの二階へ時々遊びに来ました。 父屋へ入った浪人は全く別物でそれは後に吉原で御用になりました明治になってからある人に聞きますとそのおかしな人間の首というのは多分ミイラの類いだろうという話でしたがどうですかね何しろよっぽど変なものでした 岡本喜戸作半七鳥物町より湯屋の二階お相手は村上陽でしたではまた。